います。いよいよやってきました。ローマ。今日はローマの観光初日です。で、今日は2019年の大晦日です。で、年越しはですね、あのコロッセオで迎えようかなと思ってます。で、これからすぐ近くにコロッセオとかもあるんで、いろいろ見てみたいと思います。後ろの BGM の正体はこれですね。愉快ですね、イタリア人。やばい、おじさんシャッフルダンス超かっこいいじゃん。参戦しようかな。ただいま真実の口に並んでます。この建物の中にあるんですね。なんかもっと遠近法とかで撮りたかったけど、全然早くみたいな係員が全然撮らせてくれんかった。真実の口の出口はこういう教会を通って外に出るみたいです。ただ我々今チケットを持ってないので、今からチケットを買いに行かなきゃいけないですね。で、これがね、多分入場の列。これツアーだな。グループエントランスの列だね。なんかいろいろ列があって難しいんだけど、とりあえず外にいっぱいチケット売りの人が立ってて、なんか、Do you have tickets? Do you have tickets? とか聞かれるけど、とりあえずそれは全無視ね。絶対ぼったくられるんで。まっとうにチケット売り場に行きましょう。どこに行けばいいだ。チケット売り場。あとここら辺でね、ブレスレット売ってる黒人がいっぱいいるんだけど、それ注意ね。靴を褒められたりね、靴の紐取れてるよって言われて、下向いた瞬間腕につけられたりするから、あの靴指さされても無視ね。まあ、うちはされたことないんだけど、されてる人をよく見る。まあ、うち靴紐ないしね。これね、今ブレスレット売られてる現場ね。ここかな、チケット。これがチケット売り場です。結構並んでる。もう並ぶしかないか。これフォロロマーノのチケットだった。コロシアムのチケットを買いたい場合はあのパンテノンの方、うん、パンテノンの方って言われたんで、ちょっとそっち行ってみましょう。聞いてみらんと無駄に並ぶとこやったね。よし、チケット売り場を探そう。チャオ。Where can I get ticket to Colosseum? This line. This is the line for to buy a ticket. See. This line. See. Okay. Thank you. Oh, wow. It's quite long. So this is the line for ticket, and there's different line for entrance. No. Entrance. Oh, ticket and entrance. Okay. Thank you. これがチケット兼エントランスなので、入るまでに1時間以上並ばなきゃいけないから、まあなんか並んでると、あの変なおっちゃんたちが話しかけてきて、なんかツアーに参加したら20分で入場できるよっていう甘い誘惑があるんだけど、まあツアー参加してもいいかなとは思うけどね。英語でガイドでしてもらえるし。今回私が申し込んだコロッセアムのツアーは1人入場料入れて50ユーロぐらいのツアーです。トリップアドバイザーで予約しました。いろいろね、日本の、 あの旅行会社とか旅行サイトで予約するともっと高いです。70ユーロとかそんぐらいしちゃうんで、英語のトリップアドバイザーのサイトとかでやると50ユーロぐらい、20ユーロぐらい安くできるんで、英語が分かる人はそっちで予約した方がお得かなと思います。ニューヨーク、ニューヨーク、グループツアーだとショートカットで入れる。あそこに書いてあるのが、あのコロシアムっていう名前がつく前の
このドームの名前で、それがアンフィテアトラムフラビアム、ちょっと発音難しいんだけどギリシャ語で、このなんつうのかまぼこ型っていう意味、それをこうダブルにするとドーム型になるです。それが名前の由来らしい。この人の数すごくない？ここはすり注意ですね。なんか夜の方がライトアップして綺麗になみたいなんで、とりあえず今日はというかこの昼間の時間はこんな感じで、夜また戻ってこようと思います。綺麗だね。ちょっと高いところに登ってみたら、ジーニーだ、ジーニー、すごいきつそう。続いてやってきたのがパンテオン。周りが広場みたいになってる。ここも人が多い。今日大晦日だから人が多いんだね。どこ行ってもチェック。無謀な広場にやってきました。なんでこういう広場って大体あのあれカルーセル、なんだっけ、メリーゴーランドがあるんだろうね、ヨーロッパって。ここにもメリーゴーランドがあるや。ローマは道が狭いので車が全部小さめです。コンパクトか、見てこの道の狭さ。見ての通りヨーロッパは道が全部すごい狭くて、だから車もね全部コンパクトカーっていうかすごい小さい車が多いの。こんな感じで、でタクシーは現金のみらしいんで気をつけてください。バス乗るときは事前にタバコ屋さんでチケットを買います。これがワンウェイは 1.5 ユーロね。タバコ屋さんでシングルプリーズって言ったらもらえるので買いましょう。タバコ屋さんはだいたいバス停の前に、ここがバス停なんだけど、バス停の前にあったりするんで、そこに入って買います。バスの中ではチケットは買えないみたいなんで、で今から85番に乗ります。アライバルがあそこに書いてて、あと4分で着くっぽいですね。ローマのバスのチケットは種類が何種類かあって、シングルライド、シングル券だったら 1.5 ユーロ1枚で、ローマ24っていう24時間の乗車券もあって、これだったら最初に告示してから24時間7ユーロ乗り放題。バスもトラム電車も乗り放題みたいですね。あと48時間チケットもあって、それが 12.5 ユーロ72時間で18ユーロで、1週間チケットというのもあるので、もう少し長く滞在していろいろ街を観光したい人は
1週間チケットとかも買ってもいいかもしれない。一応チケットの買い方が今回そのタバコ屋さんで買ったんだけど、他にも、キオスクっていうあの自動販売機で買うこともできて、それはだいたい駅の中にあるみたいですね。でタバコ屋さんの看板はあのタバコがイタリア語でタバッチ、タバッチってどっか書いてないから、まあなんかタバッチっていう看板があるお店だったらどこでも買えるみたい。こういう何もない周りに何もないところでバス乗るときはちょっと歩いてタバコ屋さんを探す必要があります。でヨーロッパって喫煙率がすごい高いんでタバコ屋さんもすごい多いんですね。ワンブロック歩けばだいたいタバコ屋さんがあるんで、こういうところではタバコ屋さんを探す旅に出る必要があります。これに乗ります。大変あら、これピッてするとこないけど、とりあえず乗っちゃっていいのかな。ここにピッてするんだ。これでいいのかな。ということでバスの乗り方動画でした。意外と簡単だし、バス乗るとどこでも行けちゃうからすごい便利だなと思う。 1.5 ユーロっていう風に安いし。さあ続きましてはテルマエロマエのテルマエロマエのの元ネタになった浴場、カラカラ浴場にやってまいりました。入場料は1人8ユーロ。すごいね、イメージしてたより規模が大きいよ。いいね。こっちが入り口かな。まずこの中から入ってみようかな。人の流れがこっちに行ってるから。なんだろうこれ、ここは浴場だったのかな。確かに浴場っぽい。ここら辺のタイル見るとああいう模様が壁にあったのかな。結構高いね、壁が高い。違う部屋に続いております。あ、カラカラ浴場でした。コロッセオからバスで10分ぐらいで来れるんで、ぜひ行ってみてください。すごい人。でもうちは夜の方が好きだな、泉が輝いて見えるから。いや、まあ、甘手ちゃんとお願いします。すごいラブラブ、どうしよう。あ、またローマに来れますように。かなった。あのね、写真夜ライトアップされて綺麗なんで夜撮るのがおすすめなんだけど、あっちのね中央だとね暗くて写真撮るときに顔が全然映んないんだけど、この横にある街頭照明の前で撮ると顔がはっきり明るく撮れるから、まあ、中央じゃないけどサイドから撮るのがすごいおすすめです。でもこっちからの方が湖も綺麗に広く映るし、こっちから撮った方がいい写真が撮れると思う。私の写真はインスタに載せてるんでぜひ見てみてください。ローマ観光記でした。見てくれてありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。チャオ。